弦楽器の物理。36。ポッドキャスト。エレクトリックギター。ベース。熱老化木材の歴史。現在、ロースティットメープルに代表される熱老化木材が楽器に使用されています。このような木材の開発は、もともとフィンランドにおいて始まりました。熱老化木材がどのように開発されてきたか、その歴史を紹介します。 熱熟成トーンウッドの歴史。フィンランドの町、メンタの元消防署長、オスモサボライネンは、1980年代の後半に木材を熱で処理する方法の開発を始めました。彼は、木材を腐敗から保護する無毒な方法を発見しました。このプロセスでは、木材を最初に約摂氏100度に加熱し、その後、目的に応じて徐々に温度を上下させます。 プロセス開発の初期段階では、最初のテストチャンバーが高温で、木から出た煙の発火により爆発しました。サボライネンは水蒸気をチャンバー内に噴霧することで、この問題を解決しました。水蒸気は木材内の化学反応も加速します。世界中のほぼ全ての熱処理技術のバリエーションは、オスモ・サボライネンによって開発された次の方法に基づいたものです。機密チャンバー。 水蒸気。チャンバー内の空気を循環させるファン。空気、木材の温度、湿度を監視するセンサー。プロセス中の熱と湿度を調整するための動作プログラム。木材を冷却するために水蒸気を使用。 オスモサボライネンは、1990年に彼のアイデアに基づいて市場調査を実施し、翌年に最初のテストチャンバーを建設し、1992年に最初の生産プラントを建設しました。サボライネンは、その発明により、1993年にイノスオミ賞を、1998年にプオタバアイデア賞を受賞しました。彼はまた、 フィンランドの VTT 技術研究センターに吸水性分析の研究を依頼しました。サボライネンは自分の会社をスオメンエコポーイと名付け、フィンランド、エストニア、カナダに熱処理プラントを販売しました。彼はカウパレハティでの初期の頃について次のように語っています。最初のアイデアはカナダから得ました、と彼は思い出します。しかし、詳細な計画は存在せず、 現在のシステムは私自身の開発努力の結果です。木材の熱処理ビジネスはフィンランドで人気を集めました。多くの企業が2000年代の変わり目までに新しい方法で建設用木材の処理を開始しました。国際サーモット協会は熱処理を行う企業の統括組織として2000年に設立されました。同協会のウェブサイトは楽器制作、ボート制作、 その他の木製製品などの熱処理用途について言及しています。これが熱処理された耐腐食性木材と熱老化させたトーンウッドが混同される原因の一つと考えられます。サーモンティンバートーンウッド。1996から1998年。 木材情報センターは1995年にピルカンマーに設立され、その音響委員会のメンバーの2人はペルッティニエミネン。タンペレ工科大学 TTKK 出身とギター製作教師のラウノニエミネン。イカタ所属でした。ペルッティは1996年にギター製作学校を訪れ、熱処理された木材の電子顕微鏡写真をラウノに見せました。 この写真を見てラウノは、17世紀のバイオリンを撮影した同様の写真が掲載されたストラドバイオリン誌に掲載された記事を思い出しました。スプルースで作られた古いバイオリンのトップの電子顕微鏡写真は、熱処理されたスプルースの写真と同じように見えました。熱処理によって、数十年にわたる自然な老化の過程で木材に起こる変化を加速できるかどうかという疑問が生じました。 最初のステップは、木材が老化すると正確に何が起こるかを調べることでした。そこで、彼らは1996年の夏に古い学校、教会、楽器から木材のサンプルを収集しました。トーンウッドを処理するテストは1997年に始まりました。目標は、楽器用木材に最適な熱処理を見つけることでした。この研究は、 フィンランドギターネットワークイカタプロジェクト TTKK 及びテクスから資金提供を受けました。ラウノとペルッティはその効果を研究し、非常に早い段階で建築用木材の熱処理に使用される高温がトーンウッドの最も重要な特徴を破壊してしまうことに気がつきました。トーンウッドには独自の処理が必要でした。 トーンウッドの最適な処理方法を模索するために、より低い温度を使用してテストが続けられました。処理したテストピースを用いて、イカタギター製作学校で楽器が製作されました。数十種類の熱処理を行った結果、木材の種類と板のサイズにより、異なる方法で熱処理する必要があることが判明しました。処理された木材は、ランドーラギターズ、 リーカネンミュージカルインストゥルメンツ、ベースメーカーズフィンランド、ユハロットネンジェイ、ベイッコビルタセンウルクテーダス、ローカンガスギターズなど、約20の異なる楽器メーカーや製作者にも提供されました。サーモティンバートーンウッドは、トーンウッドを熱で熟成させる方法で、オスモサボライネン、ペルティニーミネン、ラウノニーミネンによって開発され、1997年に商標登録されました。 サボライネンは1999年にサーモティンバー社を設立しました。ビジネスは数年間継続しましたが、その後減速し、最終的に2005年に終了しました。VTT。フィンランド技術研究センターによるサーモティンバーという紛らわしい類似の特許のため、特許は取得できませんでした。 ただし、トーンウッドの熱老化は摂氏180度未満の低温で行われるため、このプロセスは VTT の特許を侵害しません。ランドーラギターズは、熱老化させたトーンウッドを工業規模で使用した最初の会社です。彼らは、これらの材料から何千ものギターを作りました。 熱老化させた材料を使用した生産は、1997年6月に始まり、最初の1年で約1000個の同様のギターが製造されました。この方法は、国内外の報道機関から多大な注目を集めました。フィンランドギターネットワークは、1998年4月22日に弦楽器製作者向けに熱熟成トーンウッドに関するセミナーを開催し、その結果、 フィンランドの弦楽器製作者の間で熟成トーンウッドの使用が増加しました。ペルッティとラウノニーミネンはトーンウッドの熱狼化法の開発によりピルカンマンプーティエトケスクスから年次木材賞を受賞しています。フィンランドの楽器メーカーはサーモウッドに大きな可能性を見出しました。そのうちの一つはピエタルサーリにあるランドーラギター工場で その楽器は大きな注目を集めました。エリッキ・ノロミーズは、この新素材が、企業戦略の変化に大きな役割を果たしたと述べています。他のギターメーカーと比べてどうしたら目立つことができるかを考えるのに多くの時間を費やしました。その答えがサーモウッドでした。サーモウッドは、優れた共鳴、水分レベルの変化による変形がほとんどない。 美しい色という3つの利点を私たちに与えてくれます。ノロミーズは1年以内に彼の会社が製造するギターの約半分にサーモウッドが使用されるだろうと信じています。その数は新素材で作られたアコースティックおよびエレクトロアコースティック楽器約5000台となります。ランドーラは現在サーモティンバーシリーズのギターを11カ国で販売しています。 サーモ・ティンバートーン・ウッド。フランクフルト音楽祭。1998年。サーモ・ティンバートーン・ウッドは、1998年、フランクフルト・ムジーク・メッセのフィンランド・ギター・ネットワークのブースで、初めて国際的に発表されました。ペルッティとラウノ・ニー・ミネンもイベントに出席した。ランドーラ・ギターズは、熱熟成されたトーン・ウッドで作られた楽器を展示しました。 トップ、バック、サイド、ネックはすべてサーマルエイジ土材で作られています。このプロセスはショーで多くの関心を集めました。多くのギター製作者がこの様子を見に来ました。CF のオーナー、クリス・マーティン氏はブースを訪れ、サンプル素材を叩いたり曲げたりしてこう言いました。素晴らしい。ジェリー・ユーインズは8月のミュージックビジネスの記事で次のように書いています。 フランクフルトで展示されたのは熱処理された木材を使用したプロトタイプです。ランドーラは現在、ラグタイム LR、ジャンボ JCE、ガタウェイエレクトロエースシリーズの楽器にサーモ処理のバックサイドオプションを提供していますが、ウエストサイドディストリビューションはまだプレミアム価格を発表していません。 ランドーラはトップとネックの熱処理を含めてプロジェクトを拡張しており、ドックランズは熟成したシダーに非常に似ている処理済みのソリッドスプルーストップを備えた LR20 を展示しました。次に実験対象となるのはシダーそのもので、バックとサイドにはアルダー、ネックにはフィギュアドビーチが使われます。 フィンランドの同社はまた、何の変哲もない芝材を処理してローズウッドのように見せ、さらに高圧下で加熱するという魔法のような手法を経て黒炭に見せる実験にも成功したと述べています。フィンランドのメーカー、ランドーラは、大学、美術工芸研究センター、木材処理専門業者と協力して、事実上、1日で長期間、 熟成させた木材の特性を与えることを目的とした革新的なサーモティンバープロセスを実験しています。この方法は木材を温度と湿度を制御したオーブンで24時間ほど加熱するものです。その間に木材の細胞構造が変化し、例えば樹齢100年のトーンウッドと非常によく似たものになります。この方法によって木材の外観は劇的に変化する場合があります。 そして、フランクフルトで処理済みの木材と未処理の木材で作られた同じモデルのランドーラギターを演奏してみましたが、確かに音色の変化があるように感じます。高音域と低音域がより強くなり、より甘さが感じられます。次の実験対象はマホガニーとローズウッドです。ギュンター・ラインハルトとヤントムスキーは、1999年に、 タンペレ工科大学のペルッティ・ニーミネンの研究室を訪問しました。ギュンター・ラインハルトはフランクフルト音楽祭2017に出展し、熱変性木材で作られたギターを発表しました。ラインハルトはローター・クローダーとアレクサンダー・プ・フリーム博士と協力してこの方法を研究していました。 ワシントン条約の絶滅危惧種条約により、熱帯木材の世界貿易が制限されると、世界中の楽器メーカーにとって多忙な時代が始まりました。特定の気候条件下でゆっくりと成長するこれらの木材は、その特殊な音響特性により、ギター、バイオリン、木管楽器の製造において重要な役割を果たしているからです。 エイバースバルデ大学との研究プロジェクトで、ラインハルトは熱処理条件を最適化し、国産の木材から完全なギターを製造するプロセスを開発することに成功しました。この方法では、木材は短時間1 8 0度 c 以上に加熱されますが、これはもともとファサードやテラスの建築に使用する木材のために開発された方法です。この方法で処理した木材によって得られるサウンドは、 あらゆる点で熱帯の木材で作られた楽器と同じように優れています。熱老化させたトーンウッドとギター製作。2000から2002年。サーモティンバートーンウッドの開発は、オスモ・サボライネンとフィンランド・ギター・ネットワークの個人的な資金援助を受けて、1998年の初演後もゆっくりと続けられました。その後、2000年に新たな取り組みが始まりました。 タンペレ工科大学、イカタギター製作学部とサーモティンバーオイは、熱熟成トーンウッドの研究を継続するために2年間の助成金を受け取りました。多くのフィンランドの楽器会社が、このプロジェクトに参加しました。研究は現在、低温処理の研究に焦点を当てています。高い温度で処理した場合、トーンウッドには使用できないことがすでに証明されていました。 2年間の研究プロジェクトは困難に直面し早期に終了しそうになったにもかかわらずなんとか完了しました。ラウノニーミネンは健康上の問題のためプロジェクトから撤退しなければならず、オスモサボライネンのビジネスは非常に困難な時期を迎えていました。最終的な研究報告書は2002年に完成しました。 トーンウッドの熱老化の最適なプロセスに関する大量の研究データがついに入手可能になりましたが、熱老化させた市販のトーンウッドに関心を持った企業はもうありませんでした。最終報告書はフィンランド語の印刷物だけで、オンラインでは公開されませんでした。フィンランドのブードゥー教2006年 マスタールシアーのユハルオカンガスは、熱熟成されたトーンウッドを使用した最初のギター製作者の一人です。トーンクエストレポートは、2005年8月にユハの作品に関する記事、ザミソロジー・オブ・トーンを書きました。ルオカンガスはその記事の中で、熱老化プロセスが引き出す品質を称賛しました。読者は、この方法に根拠となる事実が何もなく、 疑わしい、ブードゥー教というレッテルを貼りました。トーンクエストレポートの編集長であるデビッド・ウィルソンは、事実をよく知っており、今回は熱熟成されたトーンウッドの内容だけに焦点を当てて、さらに記事を書くことにしました。記事、熱処理された木材。フィンランドのヴィンテージトーンまたはブードゥーは、2006年1月に発行されました。ルオカンガス氏は、 この記事の中でデビッド・ウィルソン氏のインタビューを受け、データ、チャート、顕微鏡写真を用いて、熱老化プロセスについて詳しく話しました。ローカンガスは、熱老化させたトーンウッドと、木材が腐らないように解出する VTT。フィンランド技術研究センターによる特許との違いを正確に説明しています。弦楽器製作者は、木材を購入する際、 その特性を注意深く調べます。しかし、熱変性木材を購入すると、あまり分別せずに、そのまま使用してしまうようです。熱処理は品質ラベルのようなものになっています。熱的に解出された木材は、必ずしも良いとは限りません。世界中の多くの建築業者がこの矛盾に気づき始めています。独自の手法を開発し始めた企業もあれば、 たとえトーンウッドとしての特性に疑問があるとしても、単に腐らないように熱編成された木材を使い続けている企業もあります。正しい情報は古くから存在していましたが、あまり知られていません。トーンクエストレポートの記事はありますが、英語ではそれだけです。フィンランドの弦楽器製作者と、この技術の開発者はノウハウを持っていましたが、熱熟成されたトーンウッドを入手できる機械はこれまで、 そして今でも非常に少ないのです。適切な種類の木材を得るための信頼できる方法がないのに、なぜ弦楽器メーカーはこの技術を国際的に宣伝するのでしょうか。同時に VTT。フィンランド技術研究センターが特許を取得した木材を腐らないように高温処理する方法については英語で情報が入手できました。 そして、サーモオット協会がウェブサイトで、彼らの方法で処理された木材が楽器にも使用されているとさえ言及してました。人々が混乱するのも不思議ではありません。そのため、現在、世界中の人々が、トレファイド、ロースト、キャラメル化、サーモエイジドなどと呼ばれる木材を熱で処理する様々な方法を使用している状況にあります。 これらの方法が正確に何であるかについて入手できる情報はあまりありません。ただし、それらには一つの共通点があります。全員が1990年代以降にフィンランドの研究で明らかになったトーンウッドの特徴と全く同じように木材を解出できると主張していることです。30年後、2017年、熱熟成トーンウッドの最初の開発者と、 一部の弦楽器製作者がその木材を自分たちの製品に使用しました。ニーミネン、ユハローカンガス、ユハロットネンは楽器に熱熟成させたトーンウッドを20年間使用し続けました。彼らは2016年から2019年にかけてフィンランド音楽財団、MES によるフィンランドの木の楽器プロジェクトに参加しました。 このプロジェクトの目標は、フィンランド三木材の使用を促進し、コスト効率の高い楽器に用いるトーンウッドを製造する熱老化チャンバーの作成方法を見出すことでした。2002年に大学で行われたオリジナルの研究結果も、最終的には英語でオンライン公開される予定です。関係者の話。オスモサボライネン。VTT。 フィンランド技術研究センターが特許を取得するずっと前から私たちは生産を開始していました。私は VTT が販売したすべてのライセンスのロイヤルティを受け取ることになっていました。私はまだその契約を持っています。私が分け前をもらえるよう交渉しましたが新しい弁護士が現れて私は一銭も受け取れないと言いました。 熱処理の開発に1万時間を費やしましたが、ロイヤルティは私には決して支払われませんでした。結局、諦めてしまいました。ユハルオカンガス。私は1999年に大学の研究に参加しました。私はマンタのセミナーに出席し、その後、2000年3月に、 熱熟成トーンウッドで作った最初のギターをフランクフルト音楽メッセに展示しました。そこでユーライア・ヒープのミックボックスにギターを売りました。ミカコス記念とイリカルメラは私のビジネスパートナーでした。最初はマッティネバライネンと一緒にフライングフィンギターを作ることになっていました。ネックは熱老化させたバーチ材で作られるはずでした。ペルッティニーミネン。 オスモは熱処理プロジェクトへの資金提供を申請しました。彼らは私があらゆる種類の素材を研究していたので、オスモをサポートできるかどうか尋ねました。私は喜んで同意しました。オスモは資金を獲得し、私はその研究を指揮しました。オスモが最初の木材を VTT、フィンランド技術研究センターに持ち込んだ時、私はすでにオスモに協力していました。 ラウのニーミネン。電子顕微鏡の写真を見て、ストラディバリのバイオリンを撮った同様の写真を思い出して興味を持ちました。後で、オスモがマンタの妹の隣人であることを知りました。フィンランドは小さな国です。マンタの妹を訪ねた時に、私は処理を受けるために、オスモの家に木材を持って行きました。 ギター製作学校にスプルースの丸太を20本購入してあったので、シーズニングをもっとスピードアップできたらどうだろうか、というアイデアを思いつきました。20年から40年も待つのは長いですからね。ユハルオカンガス。あの木材の安定性に感銘を受けました。私はエレキギター用の 5mm の厚さに研磨したバーチ製のトップ材を持っていました。 一つは熱処理されており、もう一つは熱処理されていないものです。この二枚の板をテーブルの上に置いたままにしておきました。処理されていない板は数日以内にねじれ、回転させておいておくと反対方向でも同じことが起こりました。処理された板は平らなままでした。処理された板の方が良いと思いました。それ以来、すべてのアルダー製ボディ、メープル製ネック、 バーチ製トップ、シバンが処理されています。ネックのトラブルはかなり減りました。色も音も変わるし、いいなぁと思いましたが、一番の理由は安定感でした。問題が少なくなります。私にとってはそれが理にかなっていたので、顧客にこのアイデアに慣れてもらうなど、マーケティングに努めました。ユハロット年。 最初に熱処理された木材を入手したとき、それらはすべてねじれてしまっていました。木材は端の方が膨らんでいましたが、真ん中は膨れていませんでした。木材が平行岩水率に達するまでにどれくらいの時間がかかるのか、誰も知りませんでした。初期の頃、熱処理テストに数人のバイオリン製作者が同行していましたが、彼らは熱処理が魔法のようなものになるだろうと思っていました。 彼らは出来上がったバイオリンが良いものにならなかったのでがっかりしました。彼らが持ち込んだのは悪い状態の木材です。木材が悪い場合には熱処理しても良い木材に変わることはありません。ユハルオカンガス。熱熟成させた優れた素材でテレキャスタースタイルのエレキギターを作るとサウンドのバランスが取れます。 あくまで私の主観的な観察です。私たちは測定は行いませんでした。私たちは熱浪化させた素材を使って今までほぼ20年間ギターを作り続けています。すべての部品を熱浪化させます。雑誌やプロのミュージシャンからは幾度音のフィードバックが寄せられています。古いギターの雰囲気があると言われます。中音域が素晴らしいと彼らは言います。 ギタリストはこれらのヴィンテージクラシックに惹かれる傾向がありますが、多くの場合、それは中域がしっかりと際立っているためです。エレキギターには中音域が必要です。バンドで演奏するときに中音域が邪魔になるからです。健全な中音域がなければ、プレイヤーはサウンドが良くない、つまりギターがダメだと感じることがよくあります。そして、ギターから中音域が出ない場合、 ピックアップを交換したり、イコライザーをいじったりしても中音域を出すことはできません。ないものは出せません。今ではもう、熱処理された木材について説明する必要はありません。今ではそれがトレンドになっています。これは、アメリカ人がばらまいたローストしたり、焙煎したりして焦げた木材のためです。少なくとも一部のビルダーは適切に熱老化させたトーンウッドを探し始めています。 ラウノと私はそのためにたくさん働きました。今では、マーティン、テイラー、アイバニーズ、ヤマハ、そして、より小さい会社の多くも、誰もがそれを使用しています。ダナブルジョアは、北米では適切な熱処理剤が手に入らなかったため、よりマイルドな方法に興味を持った最初の弦楽器製作者の一人でした。私は、ドイツの大手木材供給業者から、 よりマイルドな処理を施した木材を提供可能になったと宣伝する手紙を受け取りました。私は彼らの以前の木材の写真を持っていましたが、それらは全て真っ黒に焦げていました。この適切な方法が定着し始めているのは素晴らしいことです。長い時間がかかりましたが。ご視聴ありがとうございます。応援していただける方は、 グッドボタンをよろしくお願いいたします。このような動画に興味のある方はチャンネル登録していただいて次の動画をお待ちください。